くもう野田、首相がその続投が決まったらしいので、おめでとうございますとともに覚えとけよ、全然続くから、お前の鼓膜は大丈夫かなっていうのを来週以降もうどんどんこの場所だけじゃなくて自分たちの家でも、家じゃなくて自分たちの町でもどこでもできるやり方でふざけんじゃねえっていう声をどんどん上げていきましょう。お疲れ様でした。